はいどうも、パンケーキことキシレットと申します。今回は、今の、ルールステージが、ガチエリアのホテルニューオートロということで、やっていきたいと思います。で、ダイナモでね、新ステージのエリアをぶった切るということで、やっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。おい、お、いきなり来た、ホテルニューオートロのガチエリアやっていきましょう。あー、プールで、クラゲたちが泳いでいる。竹と、エクスプロシダーがいるね、新武器。で、相手にはクーゲルシライバーと。で、強化されたクワッドホッパーね。なるほど。で、チャージャー、ホットブラスターとなかなか編成的には、強そうではある。怖いよ。エリアどこ？エリアが？ん？エリア一つなのか。エリア真ん中一つね、オッケー。うお、届くかな、あれ。ナイス。これやれないか。あ、こっちはこっちクワッドホッパーいるし、竹もまあいるし、でまあエクスプロッシャーがほぼほぼなんかブラスターっぽい立ち回りをしてくれるのかなと思うので、多分大丈夫かな。どうだろう、真ん中ね、真ん中だからちょっとキープしたいな。塗られたくない。あ、塗られちゃった。これ一回帰って、ちょっとあんまりまだステージの全貌ちょっと分かってないから、ちょっとあんま無理はしたくないね。ハイパープレッサーで OK、 ナイス OK。 相手3落ち、あとチャージャーだけだから、とりあえず一回塗れそうですね。一回塗って、横に広いから、横に広くて、でもエリアが真ん中だからなかなか敵から逃げたら結構エリアに関わりづらくなるね。来た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 、クーゲルシライバーの鬼射程ね。あー、やばい。うわ、これたまにあるんだよな、ダイナモの刺激が遮られること。結構上向いて振っても遮られた時あるから、そこの振り方、いまだに僕、下手くそなんだよな。相手のボムラ、対抗して塗っといて、ナイス？ナイス塗り。ナイスやり、ナイスやり？いいね。けど、これはこのままもう塗り切って勝ちでいいんじゃないか。塗り切って勝とう、ナイス。おー、僕何もやってないけど。ナイス。はい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 。ホテルニューオートロのエリアは大体こんな感じね。大体こんな感じってことですね。いやー結構、横全然塗ってないしな。結構広いな、そして。もうエリアばっか見てたからっていうのはあるかもしれないけど、結構広いイメージがあるな。なるほど、なるほど。はい、それじゃあ、おー、2000連続ホテルニューオートロ、いいね。いいね。ありがてー。撮影がはかどる、撮影がはかどる、撮影がはかどる。クーゲルシライバーが、両方に1体ずつと、相手にはアルブラスターとデュアルスイーパーカスタムカットホッパーか、結構編成的には僕がちょっときついな。こっちクワッド2枚でクーゲルシライバー1体ね。クワッド2枚、射程がちょっと物足りないなって感じはするな。ここは全部ガラス張りで塗れないね、この通路は。やれないか、ごめんね。味方が相手を一人やってくれてるので、ナイスナイスナイス、行こう。神敵陣の方ちょっと詰めていっときたいな。マジか。これは一回逃げよう。相手の射程がちょっと怖いな。クーゲルシライバー射程がちょっと、でもここ結構横からのハイパープレッサーは通りやすい気がする。危な、今の最後にやれてなかったのか、やばい。これ
か帰ろう。横からハイパンプレスさんは結構刺さる気がするな。この真ん中のラインね、真ん中のライン。さあどうする。相手の空撃しライブは死んだ。アルブラスターやったー。やれないか、受けないです。カウントストップ、相手に落ち。これ橋見に行こうか、こっちので。こっから渡れるので、これでちょっと裏から攻撃してみたりみたいな。うわ、やれないのか今の。ここに行ってもあんま意味ない気がするけど、どうしようかな。射程的にちょっと関われないのが辛いな。削ってるけど OK。 さて塗りに行きたい。あーナイス、塗れる。3落ち、3落ちしてる。塗ってほしい、頑張って。クーゲルシャイバー塗って、クーゲル、クーゲル。塗れないんかーい。くそー。まあまあまあ、これはしゃあないな。ちょっと相手のラピとクーゲルシャイバー、あとディアルスイーパーちょっと関わりづらいな。射程短かったもんな、こっち割と。クワッドホッパーが生かしきれんかったね。うおー、3戦連続ホテルニューオートロ、やばー、めっちゃはかどるんだけど。ありがてー、任天堂さん、ありがとうね。オッケー、これラストしっかり勝って、しっかり勝ってね、終わりたいと思うぞ。そういえば武器のアップデートは来たのかな。そういえばだけど、武器のアップデートっていうか、その武器の強化とかのアップデートは来たんだろうか。それに関してちょっと触れてなかったな。そういえばあのオクトのタイミングでそのいろいろ修正入ったから、それだけなのかな。とりあえず今ここからのハイパープレッサー強すぎー。ハイパープレッサー強すぎー。最強スペシャルだわ、やっぱ。ごめん、縦振りは結構硬直が長いな。3落ちか。とりあえずハイプレを貯めといて、味方の復帰を待って、インクアーマーか、ちょっとめんどくさいな。ほら帰ろう。なんだこれ、クワッドホッパーが中に入ってるのか。 OK ナイス、こっち側塗っといて、こっち側は自分たちの退路になるわけだからしっかり塗っとかないとね。塗られた状態で置いとくのは結構危ない気がする。おエクスプロッシャー張り切ってる。やばいやばいやばい。結構削ってんだけどな。うわー、今やったけど、どうだ。あー、3落ちしてんのか。左から行ったな、結構行けそうだけどな。正面から行かずに
正面から行っても多分見られてるから、多分今左薄い手薄なんだと思うけど、相手こっち多分誰も見てないと思う。相手見られてる。一番やった、一番やったけど、ナイスナイス、エリア確保。それ詰めれるかな、いける、あ、ナイスやるね。で、あ、待って、うわぁ、ここ陸あると思った、ごめんマップ見てた、ごめん結構3落ちが多いな。いや、今のは僕のミスなんだけど、申し訳ない、先般した。わお、え、危な、外しちゃった、普通に何発か外したの今。ナイス、リスポーン地点から出てくるところをしばきたいけど、ちょっとまだリスポーン地点がどう出てくるかが理解できてなかったな。そう、これはリードまで行きたいな。このまましっかりエリア関与していこう。 OK、 雨にはしっかり対抗して、塗り勝ちたい。うわー、塗れないか。 OK、 ナイス、これ塗ったら勝ち、ナイス。ふぅ、ホテルニューオートロ、なかなか奥が深いなぁ結構水ぽちゃん、意外なところっていうか、ちゃんと地形把握してないと水ぽちゃんもしちゃうな。はい、ということで今回ホテルニューオートロの、エリア参戦でした。ありがとうございました。またね、バイバイ。最後まで動画見てくれてありがとうございます。ここの真ん中にあるボタンを押すと僕のチャンネル登録ができて、あの右が一番最新の動画で左がおすすめの動画なんで、ぜひそのいろいろボタンを押しまくってください